ストゥルチャンネル。はい、こんにちは、看護師ストゥルです。今回は医者が絶対に治せない病気3選お伝えしたいと思います。では早速いってみよう。その1、手遅れ。まあ、病気ってのはそもそも早期発見がとても大切なんですよ。なのでちょっとでも体に異常を感じたらすぐに病院に行った方が一番いい。それでほんのこんなちっちゃいがんとか見つかっても治療ができるんですけど、もうほっといて自分は大丈夫だ健康だと思って全身にがんとかが巡ってしまった場合、ステージ4ってよく言うじゃないですか。そうなった場合はもうどんな医者も治せない。その2、仮病。まあこれはそのままですね。嘘ついて痛い、しんどい、だるいとか言われても医者はまあ原因不明として診断してしまうんで、まあ仮病に関してはこれは治せないというか判断しかねるっていうのが正しいかもしれないですね。なのでまあ小学生、中学生にも多い仮病、これはもうどんな医者も治せないです。その3、恋煩い。これはね、なんで煩いっていうかわかんないですけど、まあ胸が苦しくなるとか思春期のね、中学生あたりに多いかなと思うんですけども、もし治せるとしたらその受診してるお医者さんに恋してて成就すれば治ると思います。はい、以上が医者が絶対に治せない病気3選でした。あ、もう一つおまけに、中二病。これも絶対治せないです。地獄の豪華に上がって消えろ。